隊長、今日はどこへ？はい、今収録です。今日は松本です。サンプルあるんですね。今日は何対何で予言をお願いします。はい、隊長のありがたい1対3で決めなかった。いただきました。少ないです。少ないです。3-0 でしょ。出るよね。出ると思いますよ。俺が監督なら助かるな。カズ監督の出します。なんならあっくん3人出す。前3人は、カズ監督的には FC 岐阜のスタメンはどういう風に？チョルファン出したんや。スタメンだったらよくないです。昨日も頑張っとったよ。キーパー大野チョルファン選手。そうそう、チョルファン。じゃあ今何やってんの？手も取らねえじゃん。ゴールシーンだけ見とけって言ったじゃん。守りはリュウ一人で、川上選手一人、一人一人勝利が多くて、あと残りはもう全員フォワード。でもディフェンスは実質二人。実質は川上選手と庄司選手の2。ビルドアップはもうキーパーのチョルファンからやりますから。松本あるんじゃないですか。でも浅川選手が怪我しちゃったから。でも今度はサビン・サリュー選手2人出るか分からんすね。分からんすけど、小川君セットプレー抜群。なんかディフェンスは背高いイメージが強いです。岐阜もでもイオンジェ選手が多分今週は出ないですよね。多分合流したばかりで、イオンジェ、あ、イオンジェ選手が今日は出ないんじゃないですか。さすがに特徴のある選手が揃ってますからね。すごい。相原選手がなんかあそこまでガンガン前にディフェンスに疲れながら突破していくっていうのは前いた時見なかったんで、思いのほか野澤選手がフィットして、あれはね、ディフェンダー選び方だよ。川上選手もったいないなと思いつつ、優也が2桁取れば絶対優勝でしょ。まあ藤岡選手と田口選手が2人とも、でももう藤岡選手取れるんじゃないですか。もうなんか目の前や 6点今取ってるんで、今日ハットトリックしたら、ハットトリックしたらあと1点や。みんなポジティブに考えましょう。あ、隊長怪我したと聞いたんですけど、はい、何があったんですか。自爆しました。なんか
上松さんからどういう状態で状況で怪我したかは聞きましたけど。聞きました。喫煙でね。聞いたの。恥ずかしいな。自作自演です。自作自演。これが有名な松葉杖です。有名ですか。これライフなのか。出してこなくていいよ。出してこなくていいよ。2本が1本になったんですよね。そうです。そうだろ。パワーアップしたし。パワーアップじゃないか。パワーアップです。今日花見しようって話は言ってましたけど、さすがさすがにその足でっていうのは。またよりも体調と足が無理。で、団子を取ります。この方でもいいっすよ。久しぶりに来たらいいな、今日は。何食べますか、翔子で。そば。そば。そば打ち体験をして。そば打ち体験かな。体験はちょっと一人でやってもらって。一人で。どういうこと。3だけそば打ち出てください。あれ全部やると長いからね、これ。そうなの。そうなの。次こねて。もうあの、カズさんがそば打ち体験してる間にサンプルアルミンって試合を見て終わっとるやん。一つのそば持ってきてくれればいいかな。いったよ。しかも何だろう、やっぱり長野高いですね。レギュラー178やばいよ。178も今高っ。ここはあのレギュラーさんの試験物持ち込めないから。ああそう、そう高いね。ああさすが。絶対俺君で入れてから。Thank you.